写真は1999
生徒が協力して赤松翔という文字を作っている写真です。次の写真は今の赤松小学校の生徒が全員で撮った写真です。みんな赤松小学校にお世話になりました。登下校では雨の日も晴れの日も一列で並んで登校しました。毎日地域の方に大きな声で挨拶を頑張りました。地域の方も笑顔で挨拶を返してくださって嬉しかったです。これからも元気に挨拶を続けます。かたまり班活動では1年生を迎える会や歌唱タイム、赤いスタイルなど1年間を通してたくさんの班員と協力し、全校生徒と仲良く絆を深めてきました。私たちは春季夏休みやフォーク探検などの行事でたくさんの地域の方々に支えていただきました。地域の方々のおかげでこの地域についてもっと深く学ぶことができました。支えてくださった地域の方々に感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございました。運動会では赤組も白組も協力して精一杯頑張りました。赤組と白組の応援団長は赤松栄心と大鳥圭介に変装して登場しました。10月29日に行われた学習発表会ではどのクラスも協力して成功させました。最後には会場の皆様と旧赤松小学校、大江田小学校、岩木小学校の校歌を歌いました。白浜城祭りでは地域の方々の前で歌を歌わせてもらったり焼き芋を売らせてもらいました。地域の方々との良い交流の場となったと思います。6年生になると行く修学旅行でもいろいろと学習しました。金閣寺を建てた足利石光を助けたこと、大徳寺ではお寺を建てようと取り組んだこと、旧正院には赤松栄心のお墓があることなどです。赤松栄心のおかげで僕たちは特別な場所に入りました。奈良や京都の人たちからも温かくされて、心配された天気にも恵まれて楽しい修学旅行になりました。高年クラブとの交流では昔の遊びをしたり、昔のご飯を作って食べたり、とても楽しく笑顔で取り組みました。昔のご飯を作るときはおじさん、おばさんにやり方を教えてもらいながら協力して作り、とても美味しいご飯を作ることができました。私たちはボランティアの方々にもたくさんお世話になり、たくさんの方々にも助けられてきました。例えば5、6年生の英語の授業では藤井先生と山本先生で英語をゲームを使って楽しく分かりやすく学習しました。またたくさんの授業をしていただいたおかげで、私たちは他の小学校では学べないサフランの花のことや、私たちの誇りの赤松遠心のことや大鳥圭介のことがたくさん分かりました。地域の方々に放課後子ども教室にボランティアとして参加していただき、勉強を分かりやすく教えていただきました。他にも一緒に遊んでいただいたりしてとてもお世話になりました。私は難しい問題を教えていただいたことが心に残っています。安さんや高橋さんが来てくれて、みんなは安全に学校に登校できました。また学校に来てみんなに安全な生活を教えていただき、みんなは楽しい学校生活を送れました。学校行事や5、6年生の英語、圭介塾など地域の方々にいろいろとお世話になりました。地域の方々の協力のおかげで私たちは今までやってこられたんだなと思います。この赤松小学校は今年で閉校になるけれど、中学校や上川小学校に行っても私たちのことをよろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ここでお知らせです。
ちはこの赤松小学校で他では経験できないことをたくさん学びました。それは赤松遠心や大鳥健介のおかげです。今年で赤松小学校は